うっす、皆さん、ザ・グッズ・ザ・ナイトです。今日のビデオはギリギリ前に英語バージョンが作ったんけど、プレートキャリアとかベルトが使ってるの時は、カバーも使うのいいと。サバゲンにはそんなに多くないけど、やっぱりいろいろな人が使ってるから、日本のバージョンはどのぐらい、プレートキャリアとかベルトいろいろがあるので、僕には特別の、これ SPC が超使いやすいとか、ルイカラーが好きので、でも、なんとか LBT6094 といろいろなプレートキャリアあるから、どんなカバンが使いやすいがちょっとバラバラので、僕の方は SPC が使うのは、このタグのコンバットシステムタグが一番好きので、でも、使える前にいろいろのちょっと問題があったから、今のプレートキャリアでは使うのは LBT6094 使ってるの時はあまり問題ないけど、今のプレートキャリア、それよりちょっとプレートだけのサイズから何とかやらないといけないから、最初にはストラップのは、このストラップのは Warrior Salt Systems のハイドレーションパックから取った。これが別のよりもうちょっと短いから、その短いのでパックがもっとアップになるから、もう一つは中にはフレームに入れたから、このフレームはグレーマンタクティカルのフレームですね。このフレームはなんとかグレーのプラスチックみたいな、なんとかポリエトリンに入れるから、もっとフレームみたいな感じになるから、それでパックがココンしないとなんとか大変にならないので、その2つの使おうなれば、この長いのパックはこの小さいのプレートキャリアでも使いやすいでしょうね。そうそうそう、これをしたらプレートと同じの長さになると、ちょっとアップからなんとかもともと動きやすいと、邪魔しないし、それで銃も使うのはカカンすぐにプレートキャリアでもパパパンコンタクトできるので、いい感じですよね。それと、もしカバンから何か必要なればすぐにこれで取れるし、必要なマガジン交換とかクレイモアの準備するとか、それが終わったとまた使えるし、セッティングと作戦続ける。じゃあ、いい感じですね。その使いやすいがやっぱり嬉しいんですけど、でもこのカバンはいつも使うより、もう一つがあるので、それはそのストラップから取ったのは Warrior Salt Systems。 これがもうちょっと短いけど、このスペーシングが壊れるから、これはピッグの同じ会社のストラップので、これももし使ったらそのままでプレートキャリアにストラップセッティングすると、そうそう、これもなんかメディカルとか全部が崩れてないと使いやすいですよね。これのデザインはもともと CSGO の感じるですけど、使いやすいとあまり動かないし、超いいことですよね。そう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 。これも同じのみたい。使いやすいです。いろいろなカバンが使ったら、大変な問題はプレートより長いから、ちょっと下がったらこのメディカルパウチに崩るとちょっと大変ですよね。第3番使ってるのカバンは、今の海兵隊用のフィルビーパック。このフィルビーアソルトパックはもし使ったらデザインがちょっとから全然問題ないです。これにセッティングして、プレートとまた同じサイズ、もうプレートよりちょっと大きいけど、そのちょっと上がるからメディカルパウチ邪魔しないと、そのままで使います。これがやっぱり
いっぱいのことがもし必要なれば、これの方が使うの方がいいですよね。でも確かにもうちょっと重いですね。最後には、ちょっと前にレビューが使ったんですけど、これがやっぱりまだ使えないので、このズッパック、ズッパンパネルくらいの自分のやってるのやつけど、これはプレートのくっついてとマガジンパウチはちょっと下に下がるとそのままでいいことですけど、この革板がちょっと確かに大きいから、このくっついてるのデザインはもうちょっと出てるから、その出てるのはこのパウチはちょっとアウトになると、このマガジンにくっついてとこの感じになるんですけど、ビデオにもあったけど、やっぱりマガジンが外からカカカンともうちょっとすぐに疲れになると、やっぱり使いづらいと。一つ大変な問題は、これはそのままでプレートキャリアにセッティングしたら何か入れたらと重くになる。その重いの方は後ろのプレートが下がると、下がったら前のプレートが上がる。上がったらの問題は、首はこっちので、充実の感じみたいので、すぐに息がづらくなると、確かに大変ですよね。 ABS がプレートがそんなに動かないみたいから、 ABS が使ったら全然問題ないと思うんですけど、この SPC でもこのストラクチャーがあるんで、もう動くのはやっぱり大変。ちょっとテストの時は何でもかんでも使ったらその問題があったから、このカバーのストラップが大切なのは、そのストラップのウェイトはプレートはあまり問題ないですよね。そのままでウェイトは肩には大丈夫ですよね。ストラップなしと、ちょっと自分は必要ものが取られないし、と味方に頼まないといけないし、まあ確かにそのプレートのなんとか重さがおかしいになるから、やっぱりそのままでストラップが使ったらの方がいいと思います。今は沖縄の6月、ちょっと扇風機がビデオ作るの時には使えないから、やっぱり暑いですね。じゃあちょっと皆さん、今日はちょっとビデオがいっぱい作ったのでちょっと疲れる。いや、やっぱりそのカバンの情報が教えたいでしたよね。じゃあ大体タグのパックとかマップのパックとか、大体何でもかんでも使ったら、ストラップが使ってるとプレートが邪魔しないならいいと思います。じゃあとりあえず皆さんお疲れ様です。コロナウイルスが終わるからすぐに騒ぎしようね。じゃあ皆さんお疲れ様です。